コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。え？うん。私は、ただ、新しい役割になれようと思って、ティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ。そうか。じゃあ、今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ。大盗賊の俺が敵のものを盗んだなら、こっち側にとってはいい人だろう？反論できない。